ヘンリー・ローレンスはアメリカ、サウスカロライナ出身の商人、米作の応援主政治家である。ローレンスは大陸会議の代表となり、1777年11月1日から1778年12月9日まで議長を務めた。また、サウスカロライナの副知事となり、アメリカ独立戦争の終盤は外交官として活躍した。ローレンスは、 ジョン・ローレンスとエスター・グラッセ・ローレンス夫妻の子として、サウスカロライナのチャールストンで生まれた。ローレンスの父親はバグ製造人であり、両親ともに宗教的な自由の約束に引き付けられて、ユグノーの移民に加わり、チャールズタウンに入ってきていた。ローレンスの家族は裕福となり、1744年にはローレンスがイギリスに行って、以前に、 チャールストンに住んでいた商人から商売のやり方を学んだ。ローレンスは1747年にチャールストンに戻った。ローレンスは輸出入事業に参入し、裕福な商人、奴隷貿易業者、そして農園主となった。ローレンスは西アフリカのシエラレオネ川にあるイギリスの奴隷城郭、バンストンの所有者で、ロンドンに本店を置くもののチャールストンでの代理人となった。 ローレンスは、チャールストンに到着した奴隷船を受け取り、新聞で奴隷の販売を宣伝し、オークションを取り仕切り、取引ごとに10%の手数料を取った。ローレンスは、土地の米作農園を主にアフリカ人奴隷を売ったが、時には自分のプランテーションのために購入することもあった。1750年6月25日、 ローレンスは別の裕福な米作農園主で奴隷の所有者でもあるものの娘、エレノア・アボールと結婚した。二人には12人の子供が生まれた。そのうち八人は幼児や子供の時に死んだが、他の四人は火器のように名声を勝ち得た。1772年、ヘンリー・ローレンスは多くの成功したアメリカ商人と同じように農場の購入を始めた。ローレンスは メップキンに3000エーカーの土地を購入した。その後もジョージアの海岸に開拓された米作農場を含み2万エーカーの土地を購入したが、メップキンが本拠地となった。1776年には陶器的商売を諦めたが、プランテーションの方は事業そのものとしての運営を続けた。1、ジョージ・ワシントンに、ホレーショ・ゲイツ3、ベンジャミン・フランクリン4、ローレンス5、 ジョン・ポール・ジョーンズ1784年ローレンスは、当時としては、頑健な体だったので、民兵に従軍した。1757年から1761年に、かけてのチェロキー族インディアンとの戦いで中佐になった。1757年は、植民地議会議員に選ばれた最初の年でもあり、その後1年間を除いて毎年選ばれ続け、 独立革命の間に植民地議会が暫定政府として衆議会に置き換えられた年まで続けた。その抜けた1年とは子供の教育の手配のためにイギリスに渡っていた時であった。ローレンスは1764年と1768年に植民地の委員会に指名されたがどちらも辞退した。1772年、ローレンスは フィラデルフィアのアメリカ哲学者協会に加入し、他の会員と幅広く交流した。アメリカ独立戦争が近づくと、ローレンスは、初めのうちはイギリス王室との和解の道を探る方向に加担した。しかし事態が悪化すると、アメリカ側支持に回った。カロライナで革命政府を樹立する動きが始まると、ローレンスは1775年1月9日に、 開会された議会の議員に選出された。ローレンスは安全委員会の議長を務め、その年の6月から1776年3月にかけて議会の役人を取り仕切った。サウスカロライナが完全に独立した政府を作った時、ローレンスは副知事となり、1776年3月から1777年6月27日まで務めた。 ローレンスは1777年1月10日に大陸会議代表に指名され、1780年まで務めた。その間、1777年11月1日から1778年12月9日まで議長を務めた。この期間の大陸会議の大きな課題は、連合規約を成立させることであったが、 ローレンスの議長就任後まもない1777年11月15日に採択され、批准のために各植民地に送付された。ちなみに、ローレンスのお膝元サウスカロライナが真っ先に連合規約を批准した。1779年の秋、大陸会議はローレンスを中オランダ大使に任命した。1780年早くにローレンスはオランダに着任し、 独立戦争に対するオランダの支持を取り付けることに成功した。しかし、その年の秋の再度アムステルダムへ向かう航海途地にイギリス海軍に船を止められ、ウィリアムリーによって準備されたアメリカ・オランダ条約の装甲を発見された。この条約はイギリスとオランダが開戦する理由として使われた。ローレンスは反逆罪で告発され、ロンドン島に遊兵された。このことは、 イギリスとアメリカの間の新たな問題となった。戦場にあっては、ほとんどの捕虜が戦争捕虜として扱われるが、その待遇はしばしばゾッとするようなものだったので、捕虜交換や指針の発信特権が観光となっていた。ローレンスが習慣されている間は、以前の提携事業者で実質的なバンストの所有者であったリチャード・オズワルドが支援した。オズワルドはローレンスのために、 イギリス政府と掛け合った。最終的に1781年12月31日、チャールズ・コーン・ウォリスとの捕虜交換でローレンスは釈放され、その交換を完遂することができた。1783年、ローレンスはパリにあって、パリ条約に結びつける交渉のための平和委員会の一員を務めた。ローレンスは条約そのものの署名には加わらなかったが、 オランダとスペインを巻き込む問題を解決する二次的同意事項の合意まで主導した。皮肉なことに奴隷貿易でローレンスの提携事業者であったリチャード・オズワールドはパリ平和交渉のイギリス側主要交渉者であった。ローレンスは1784年に公的な活動から引退した。その後も連合会議や1787年の アメリカ合衆国憲法制定会議及びサウスカロライナ議会に招集を受けたがその度に辞退したただし1788年に憲法を批准するためのサウスカロライナ議会には出席し賛成票を投じた独立戦争中にチャールストンに駐屯していたイギリス軍がローレンスのメプキンの家を焼いてしまっていたローレンスが1784年に戻ってくると 家族は、邸宅が再建されるまでの間、離れ屋に住んでいた。ローレンスは、晩年をそこで過ごし、独立戦争の間に消費することになった4万ポンドの回収に努めた。ローレンスは1792年12月8日に、メプキンで亡くなり、火葬にされ、遺体は、メプキンに埋葬された。メプキンの農園は、その後何人かの手に渡ったが、 大部分は今日でもそのまま残っており、トラピスと修道院が立っている。サウスカロライナ州、ローレンス氏は、ヘンリー・ローレンスにちなんで名付けられた。ローレンスのために、事務員として働き、その後親密な友人となった、ラックラン・マッキントッシュ将軍は、オハイオの砦の名前をローレンスとした。ヘンリー・ローレンス・ツージョン・ローレンス、6フェブラリー1778、 The Papers of Henry Lawrence 12 412から413ありがとうございます。